Peggy 16. みなさんこんにちは。ファイナルファンタジー14新生オルゼアプロデューサー兼ディレクターの吉田です。はい、フォーラムではモルボルでおなじみのコミュニティチーム室内です。開発コメンタリー動画コンテンツファインダー編をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回のコメンタリー動画ではオンラインゲーム特有のパーティーを編成する面倒くささを解決するコンテンツファインダーについてですね。はい、皆さんね、オンラインゲームと聞くとね、パーティーがね組むのがすごい大変なんじゃないかという感想をお持ちの方多いと思うんですが、今回はこの新生14コンテンツファインダーという機能で、非常にパーティーが組みやすく、作られてます。それをぜひこの動画を通じて皆さんにお伝えできればなと思ってます。はい、では早速動画を見ながら解説をお願いしましょう。はい、ではまずは新生14のコンテンツについてお願いします。はい、新生14の遊びはコンテンツという呼ばれ方をしています。例えばダンジョンもコンテンツの一つ、他にも FF おなじみの召喚獣とバトルをする蛮神バトルというものもコンテンツ、それからクエスト、メインシナリオも広い意味ではねコンテンツという呼び方をしています。なるほど。一人でプレイするものとプレイヤー同士がパーティーを組むものがありますよね。そうですね、クエストやギルドリーブ、制作アイテムや最終アイテムの納品なんかは一人でプレイできるコンテンツで、ダンジョンを攻略したり、さっきの蛮神バトルなんかはパーティーでやるパーティーコンテンツですね。はい、コンテンツファインダーはそのパーティーで遊ぶコンテンツをサポートするものっていうことですよね。そうです。新生14のパーティーコンテンツには大きく3つの段階があって、4人で遊ぶライトパーティーコンテンツ、8人で遊ぶフルパーティーコンテンツ、はい、複数のパーティーで遊ぶアライアンスコンテンツなんかがあります。レベル50になるまではね、大多数がライトパーティーコンテンツ、まあ4人で遊ぶというコンテンツが主になるので、非常にカジュアルにね遊んでいただけるんじゃないかなと思います。でもやっぱりゲームを始めてすぐに人と話をしたり、ましてやパーティー募集って結構大変じゃないですかね。はい、オンラインゲームはどうしてもね序盤覚えることが多いですからね。まずレベル15くらいまでは一人でシナリオを追って遊んでいけるような作りになってます。そしていよいよレベル15からパーティーでのプレイというのが始まります。そこで登場するのが今日ご紹介するコンテンツファインダーですね。今画面には4人の冒険者が映っていますね。はい、今見ていただいているように4人の異なるクラスやジョブのプレイヤーがいます、はい、現在いる場所もバラバラ、ただレベルはみんな20ですね。実はこれ遊んでいるワールドも別々です。あ、新生14はワールド単位に世界が分かれていますけれども、ワールドが違ってもパーティーを組めるんでしょうか。はい、ではファインダーを実際に使いながらご説明しましょう。はい、操作は至って簡単で、メインコマンドからまずコンテンツファインダーを選びます。 PC 版は右下のコンテンツというボタンから選んで、PS3 版はスタートボタンを押すことで開くメインコマンドの中からコンテンツを選んでコンテンツファインダーを開きます。はい、こんな感じですね。あ、これは、コンテンツの名前がリストで出ているんでしょうか。はい、クエストでコンテンツのある場所へ行ったり、例えばダンジョンの入り口とかですね、コンテンツを発見すると、はい、こうやって自動的にファインダーに登録される仕組みです。なるほど。あとはもう実は簡単で、参加したいクラスやジョブにまずジョブチェンジをしますね。でちゃんと装備を整えて、参加したいコンテンツをリストから選んでこうやってチェックを入れます。でその後参加と。あ、これで終わりですか。はい、あとはゲーム側で世界中のプレイヤーの参加リクエストを見て適切なパーティーバランスになるのを待つだけです。ここにパーティー集めてる状況がねこうやって出ます。なるほど、このマークがパーティーに必要な役割なんですね。はい、順次今パーティーを組む相手が見つかっていってます。あとは盾役をやるタンクと呼ばれる剣術師や武術師、ナイト、戦士なんかが見つかればって言ってる間に、あ、今見つかったみたいですね。なるほど。あ、今ウィンドウが出ましたね。参加とありますが、はい、準備が良ければあとはこれを押すだけで、あ、はい、画面がローディングになって、
あ、なるほど、さっきのメンバーが全員揃ってますね。はい、いくつかのワールドからこうやって目的の合う人をね自動的に見つけてくれるのがコンテンツファインダーです。なるほど。しかしこれはどの場所にいてリクエストしてもいいんでしょうか。はい、ファインダーのリストに載ってさえしまえばね、どこからでも参加できます。さて、リクリートとのバトルですね、勝てるでしょうか。おお、倒しましたね。はい、お見事です。なるほど。その後イベントシーンを見たら、あ、元の場所に戻ってきました。はい、そうです。基本的にファインダーはエオルゼアの世界のどこからでもアクセスできて、クリアするとね必ずその元コンテンツファインダーを使った場所に帰ってきます。ですのでゲームに接続してすぐにね、さあイフリート行くぞというのが可能なわけです。仮にねイフリートに負けた場合はその場でね再挑戦できる場合もあります。こんなに便利にしちゃっていいんでしょうか。まあ今の時代ね、皆さん実生活すごく忙しいと思うんですよ。でオンラインゲームにログインして挨拶して、で今日やることを考えて装備を選んで仲間を探して、しかもね夜勤だったりすると、あの必ずしもね人の多い時間にプレイできるとも限らないわけですよ。でこうやっていくつものワールドから希望者をね自動的にパーティーにすることで、仮にね自分のワールドにその時間人が少なくても結果的に他のワールドの人もパーティーの候補になるので、はい、パーティー組むのがねすごく楽になるんですよ。なるほど、これは確かに便利だし、パーティープレイといってもとても気軽ですね。吉田さん、ちょっと気になるんですが、はい、このコンテンツファインダーってリクエスト中は黙って待ってればいいんでしょうか。いや、それだとパーティーを編成する間何もできなくなっちゃうじゃないですか。はい、でもまあ少し待つぐらいならいいのかなと。まあでもほら時間もったいないですし、その間にね例えばソロのクエストだったり、クラフトでアイテムを作ってたり、ギャザリングでアイテムをね採取するとか、やれることってソロでもねいっぱいあるので。あは、ということはどんな感じでしょうか。はい、ではちょっと実際やってみましょう。先ほど説明したようにファインダーに参加リクエストを送るときは、まずねそのコンテンツに参加する予定のクラスやジョブでちゃんとリクエストをしてください。はい、でこうやって今ないとですね、プレイフロスクの野営地へ参加したいです。でこの後はもう待ってる間いいですか、こうやってギアセットを使ってさっとねクラフターにクラスチェンジして、さらにテレポを選んでリムサロミンサに向かって、でまあこうやってですねリムサに行ってワイワイおしゃべりしながらアイテムを制作してたりしてて全然 OK です。でもこれ、この時にパーティーが見つかったらどうすればいいでしょう。あ、ほら今パーティーが見つかったってお知らせ来ましたね。はい、でこのままのクラフターで行こうとすると、さっきねリクエストしたクラスと違いますよっていうエラーが出るので、はい、ギアセットを使って元のナイトにジョブチェンジをします。であとは参加を押すだけですね。おー、なるほど、進みましたね。はい、ですので時間に拘束されないためのね、今回コンテンツファインダーというシステムなので、こうやってエオルゼアでできるいろいろなことをプレイしながらパーティーが自動的に組まれるのを待っていればいいというのがとても便利なところじゃないかなと思います。いやー、これとても便利なんですが、他にも特徴ってありますか。はい、ちょっと細かいですが、例えばここは言語の設定、日本人とのみ組みたいとかね、とにかく早くマッチングしてほしいからもう言語はこだわらないですとか、そんな切り替えがスイッチで行えるようになってます。言語フィルターってやつですね。はい、ワールドを超えてパーティーを組むので、まあ組む相手はねたくさんいた方がパーティー組まれるのは早いです。とてもカジュアルなので、まああまりね正直言うと言語にこだわらず、ドーンと恋の気持ちで世界中の人とねパーティーを組んでくれた方が嬉しいし早いですよ。あの、この攻略途中のコンテンツを許可するというのは何でしょうか。はい、このスイッチは例えばダンジョンをね今すでに4人で攻略中のパーティーがいたとして、その中の1人がね例えばお母さんに呼ばれたとか奥さんに怒られたとか、はい、どうしてもね離脱しなきゃいけなくなった場合、あと1人補充がね必要になってくるじゃないですか。あとあれですね、あの、私よくやるんですけど、あの、寝落ちしてしまってパーティーからあの外された時とか、あのモルボル怒りの寝落ちってやつね、はい、でそんな時、まあ、残された3人ってね解散して最初からやり直すだとほんとしんどいので、うん、ダンジョンの途中で実はねパーティーの補充というのがこのコンテンツファインダーを使うとリクエスト可能です。あ、ダンジョンの途中でできるんですね。はい、ですです。
なので補充リクエストっていうのを出して、あとはね男女のその場で待ちます。そうするとコンテンツへ参加しようと思ってるプレイヤーがいた場合、このスイッチをねオンにしておくと、そういうね補充募集を出しているところにも一気に参加できますというのがこのスイッチの意味になってます。あ、一気に男女の途中に行けちゃうんですか。はい、攻略途中のダンジョンでも俺は平気だよっていう方はね、積極的に押しておいてください。補充する側もね、それでとても助かるし楽になります。もちろんね、最初からがいいなと、ダンジョンのね最初から遊びたいよという方はスイッチを外してリクエストすれば OK です。ああ、これはめちゃくちゃ至れり尽くせりですね。そうですね、他にも事前に4人でね、もう最初からパーティーはもう自分たちで組みましたと、はい、でその状態でファインダーに登録すればそのままダンジョンへ一気にワープしてプレイできるし、例えば3人であと1人足りないなという時にあと1人だけをファインダーに任せることもできます。じゃあ今日はゲーム内の友達と3人だななんて時もファインダーを使えばあと1人は自動的に探してくれるってことなんですね。はい、あと1人足りなくてね、今日はダンジョン行けなかったねみたいなことはこれでなくなると思います。そういえばレベルが高くなってきた時ってどんどんレベルの低い人と遊べなくなりますよね。はい、ただ新生14ではレベルシンクというシステムが動いていて、実はレベルが高い状態でレベルの低いコンテンツを遊ぼうとした時、自動的にねレベルを調整してくれる仕組みが用意されてます。あ、では自分よりも先に始めている友達とも一緒にダンジョンを楽しめるんでしょうか。はい、例えばこのキャラクターはレベル45のナイトですが、こうやってモルボルのレベル15のキャラクターとパーティーをねまず組みます。はい、でその上でファインダーに登録すれば、あ、マッチングされましたね。さあ行きましょう、ゴー。あ、吉田さんのキャラがレベル17になってます。はい、そうです、こうやって自動的にね低い方のレベルに調整されるので、レベルのね低い友達が後からプレイを一緒にしようって言った時に、その友達のねプレイを邪魔せずに一緒に同じ難易度でワイワイ楽しめる、そんな機能が用意されてます。はい、いやー、パーティーを組むというのがオンラインゲーム最大の難題かと思ってたんですが、はい、ファインダーがねでもこうやってあるとねかなり楽になります。固定パーティーでね使うこともできるし、世界中のねプレイヤーとランダムにこうやってマッチングしてゲームを楽しむこともできます。はい、これで私も心起きなく寝落ちして目を開けなくても、いや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 、そこ起きてようよちゃんと。はい、すいません、まあ冗談さておき、はい、本当にオンラインゲーム初心者の方から上級者の方まで幅広く使っていただきたいですね。はい、そうですね、ファインダーをねぜひ活用して世界中のねファイナルファンタジーファンの皆さんとパーティーを組んでね、パーティーコンテンツを楽しんでいただければと思います。はい、それでは皆さん、エオルゼアの世界でお会いしましょう。